私は札幌で歌わせていただいております。ちょっと譜面台直します。閉めるね大丈夫お待たせしました。はい、ね、初めてお会いする方も多いかと思うので、誰だよって感じだと思うんですけど、ちょっとだけ自己紹介をさせていただくと、私は小さい頃から歌うことが大好きで、小学校6年生から高校卒業まで、ボーカルスクールに通っていました。そこでライブ活動をさせてもらいながら、歌だけではなく演劇をやらせてもらったりと、あとはピアノを弾いて見たりしたけど、まあ、挫折してギターをその時にね、あるきっかけでギターを弾くようになって、そして曲を作ってみたり、まあ、試行錯誤をしつつ、そんなこんなで現在は大学2年生でフリーで活動しています。どんな活動かというと、主にすすきののライブバーなどで行われている、ライブに出させてもらって歌ったりしています。そして今日のサポートは、スクール時代の尊敬する大好きな先輩にお貸しいただきました。ピアノサポート、お願いしました。ピア
のサポートレイカさんです。よろしくお願いいたします。はい、もう素敵です。お願いします。今日は冬歌とクリスマスソングとオリジナル曲の5曲でお送りさせていただきます。お買い物の休憩やあとはお食事をしながら耳を傾けていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。1曲目は、冬が始まるよって、冬が始まるよでした。はい、次の曲はクリスマスソングから歌わせていただきます。では聴いてください。唐島美里さんのカバーでサイレントイブ。
とうございました。今歌ったサイレントイブは母に教えてもらったんですけど、30年くらい前にやっていたあのクリスマスイブというねドラマの主題歌で、見ていた方いらっしゃいますかね。見てたい方、あ、見てました。で、歌詞は切ない感じなんですけど、ピアノがすごく綺麗 でツリーのあるアトリウムにねすごく合うんじゃないかとなと思って歌わせていただきました。ね、それにしてもね本当にツリーが綺麗ですよね、レイカさん。そうです ねツリーを見ながらこんな素敵な場所で歌えて本当に幸せだなって思います。12月になって街はねイルミネーションがあったり、ツリーとかクリスマスとかの飾り付けがあって、なんとなくウキウキする季節なんですけど、ね、私も来年の春から社会人になるので、冬休みだ、クリスマスだ、お正月だって、わーいみたいな学生気分でねこの季節を過ごせるのも、ね、最後なんですよ ね。だからこの、ね、景色をね目にやつ心に焼き付けておこうって思いました。今日は本当にファクトリーで歌わせていただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。で、次はハッピーな気持ちをハッピーなクリスマスソングに乗せて歌いたいなと思います。では聴いてください。愛さんのカバーでハピネス。
順にもっともっと幸せが広がる。君が笑えば全てが良くなる。この手でその手で繋がる。